エリオは、スズキが製造、販売していた、セダン、ハッチバック型の乗用車である。ミニバンの居住性とワゴンの使い勝手を考えた後、ドアハッチバックを2001年1月29日に発売開始。プラットフォームは、他社からの流用ではなく、全く新規に開発されたものを使用。月の販売台数の目標は1000台。月に3000台の輸出を予定。 エンジンは1.5リットルと1.8リットルの DOHC ガソリンエンジンを搭載。なお、北米向けのエリオは2.3リットルエンジンも搭載している。トランスミッションは AT の他に当初は MT も設定された。駆動方式は FF4WD がラインナップされている。1.5リットルエンジン搭載モデルに比べ1.8リットルエンジン搭載モデルは シートヒーター等の専用装備が多く差別化が図られているが、外見的な違いはフェンダー部のモールの有無のみに留まっておりほとんど差がない。しかしこのモールの幅の分だけ車幅が広がるため、1.5リットルモデルは5ナンバー車、1.8リットルモデルは3ナンバー車になっている。なお、1.8リットルのセダンは鈴木発の3ナンバーセダンとなる。 150万円台からという現在の軽自動車並みの低価格差を売りにしていたが、ハッチバックモデルはクロスオーバー SUV の見た目に近かったこと、セダンモデルはすでに市場自体の終末期に差し掛かっていたこと、鈴木イコール軽自動車というユーザーのイメージが強いこともあり、当初から販売は低迷し一台限りのモデルとなった。同社のカルタスやエスクード同様、 この車にもパイクスピーク、インターナショナルヒルクライムに出走するためのスペシャルモデルが存在する。ただし、エリオと名乗ってはいるがそれは外観のみであり、中身は全くの別物である。その実態は軽量なパイプフレームで構成された、シ子シ 2000PS 級のエンジンをミッドに積み 4WD で駆動するモンスターマシンである。2001年、田島信弘はこのエリオに乗り、 合わず原豊かの鈴木エスクードパイクスピークスペシャルと共にパイクスピークインターナショナルヒルクライムに挑んだがマシントラブルが発生し惜しくもリタイアしているその2年後の2003年ニュージーランドで開催されたレイス・トゥ・ザ・スカイに参戦改良された鈴木エリオヒルクライムスペシャルで総合優勝を果たしている欧州名であるリアーナはライフイン、エーニューエイジの略である デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第47号23ページより、エリオのカタログ、リクルート、2019年12月22日閲覧、エリオ、トヨタ自動車株式会社、2019年12月22日閲覧、エリオセダンのカタログ、リクルート、2019年12月22日閲覧、エリオセダン、トヨタ自動車株式会社、 2019年12月22日閲覧。鈴木相良工場拡張について2007年1月29日。ありがとうございます。